80になると思わなかった。もっと若くに死ぬんじゃないかと。美人薄めって言ってジャパンポンポンはシニアのチアダンスグループです。20年前初めて日本でやって、私たちが初めてなんですけども、本当に半分ぐらいの人が嫌がってた年寄りが足見せてなんでああいうことするのみたいな、ものすごく皆さんびっくりなさって、多分お友達はみんないいって言ってくださるんですけど、多分 50% の人嫌がってた、もっとかな、嫌がってたと思いますね。普通に踊れたら OK です。ただ時々運動神経のない人もいるので、だからその後は何もないです。背丈とかそれこそ自称をしたんで何もないです。年だけ。私チアだけじゃなくって、いくつからでも何でも始めてほしいっていうのをあっちこっちで言ってるんですよ。だからもう年だからこういうことできない、ああいうことできないじゃなくて、何か始める、そしたら人生が変わるかもと思ってます。